でもだからこそ私たちもだからいつぐらいだったか分からないけど今オーディションしてますって話を聞いた時に、はい、結構ギリギリまで教えていただけなかったんですよ、うん、あ声優さん大変そうですねって言った時にいやなんですっごいあの今みんなで選んでるんですがもう本当ぴったりな方は見つけられそうなんでご期待くださいって言われてたそうだったんですね、うん、初耳でして嬉しいですそうでも本当ギリギリまで教えてくれなくてそうなのうかだから全然わかんなくて、うん、でも自分の収録は進んでっちゃうから、うんうん、もうすごいドキドキしながら待ってたの、うんうん、わー嬉しいですまあ嬉しいやんな変なプレッシャーかけられるやんそうですねどんどんハードルが上がるってみんなコメントでもうハードルの塊みたいなそんなところであの広い経験を積んでいる彼女はアイドルを知り志しさらに上を目指すためにアイドル大国日本にやってきました、うんはい、そして素直な性格でおしとやかでポジティブというおしとやかポジティブというところを皆さんに覚えてもらえたら嬉しくてで趣味はオルゴール集めと外見からの意外な面としてはロボのおもちゃが好きというなんかバンダイナムコ的なCM は全部カッサライですね黒いプロだしロボものはいやはいそんな感じで、ね、今までになかったある種ライバルキャラな感じですよねあそうですね、まあ、まさかの黒いプロからこんな清い子が出てくるとはっていうような感じですねどっちかというと強いっていうイメージが ね, あそうですねあ今まで、まあ、あの中蓋開けてみたらねあの動物好きのちょっとそう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 クビな女の子だったりとかラーメン大好きなねおじいちゃんだったりとかいろいろありましたけれどもうんというわけで本当にあのこうみんなもね愛せるような黒いプロのアイドルということなんですがちょっと、ね